だともう一個。えー、っと、まあ、これ、これなんですけどね。見えるかなえー、っと、TKO 木下から来た謝罪 DM なんですけども。えー、ちょっとこれ読みますね。えー、ガーシー、芸人とか関係なく友達として正直な気持ち話すで。まずは悪口言ってほんますまん。<laughs> それはガーシーに言われて、ほんまそうやなと思って反省したごめんなさい。まあ、この時点でもう悪口言ってることを本人認めてるわけですよ。寿司屋でね。 有りと清水翔太と一緒に。はい。ただ、俺にも理由があった。それは言わせてほしい。ガーシーは最初動画を始めるときに、証拠はないものを話すわ。真実だけを話していくって言うたような。あれ聞いたときガーシーらしいなと思った。でも今回俺の話が100%事実じゃないことやって、ガーシーの影響力が今半端なのにこんな嘘を平気で話すんやと思って腹が立った。ここ。えー、アンチからもワンサが死ね消えろやら苦しい。俺だけじゃなくて家族にも返しが芸人じゃないって言われた。ほんまそうかもしれん。 結局、こいつは、僕が、あの生配信してるときに、この自分の、この、なんていうんですかえー、いわゆるその、寄付した話が嘘やって思ってたやったら、なんで俺がライブチャットに入ったときに嘘やって完全否定せんかってんって僕は思ってるんですよ。だってそこで完全否定されたら謝ってますよ。あ、そうなんや、ごめんなって聞いた話言ってもらってごめんなって。それで終わる話。でもあいつは、あの動画を見終わったときに、彼も、えー、アシスタントだった長野くんも、 なんかしょうもない話でしたね、ガーシー。な、こんなもんですかな、こんなん全然どうでもいい話ですやん。って言ったの俺覚えてんで、ね、お前が。どうでもええって流した話で、家族が危険にさらされたり、芸人って返せみたいなこと言われたら、それのせいちゃうやろ、お前。お前がその場で失礼しとったら終わる話しちゃうんかしかもその日の夜やぞ、ま、俺の悪口言っとった時系列がぐちゃぐちゃやねんと、お前のこれ。 俺ほんまにね、ただ話す前に事実確認してほしかった。事実の話をしようと思ってるわけじゃなく、お前が受けたらええなと思う中でどういう回数だと思って俺はサブチャンネル投げてんねん。事実確認するような話しちゃうわ。もうほんまにこれを見た時に、俺は木下に対して、もうがっかりしたというか残念やなってめっちゃ思いました。ほんまに。まあ、誰に言わされてんのかも知らんしね。多分人に言われるがままに動いてるし、 で、自分の感情だけで突っ走ったのがあのツイッターやと思います。誰が詐欺師の言うことを信じんねんみたいな。で、あれを挙げた後に多分彼は自分の意思で消したって言うけど、絶対自分の意思で消してないです。お前こんなことしとったらガーシーから反撃クラウドでって誰かに言われたはずです。だから、アホなんですよ、多分。根本ね。まあ最近ミサックにも晒されてましたよね。そのなんか、脱税の時に手のひら返されたって。